はい、では行きましょう、続き。いやちょっと2話連続でいい話来たから、ちょっと、びっくりしましたね。いいっすね。ちょっと待ってよ。どれ行く？荒井くん、福沢。ラストを誰に持ってくるかを考えたいかな。あとは別にどうでもいいよね。え？進藤が、あの目がギョロってなった話でしたよね。で、荒井が、進藤がその鏡の話だったよね。鏡。で、荒井が、何だっけ、荒井くんどんな話だったっけ、あれか。佐々木先生か。佐々木先生。で、こいつがだいぶ痛いね。福沢が。だいぶ痛いから、福沢をラストに持ってくるかな。だいぶ痛いね。あいつの話は確かにちょっと聞いてみたい気はするな。さあさあさあ来た。よう、俺進藤誠ってんだ。俺実はとっておきの話を用意してたんだけどさ。なんかまずいな。おお、絡んだ。さっきの岩下の話。美術部の清水さんって女の子の話さ。おお、知ってんねや。実はあれ俺も知ってたんだよな。そうなんや。いや俺の場合お前が犯人とかじゃないよな。ちょっと違ってるんだ。なぜ俺がそんなことを知ってるかって、まあいろいろと複雑な事情があってね。ちょっと言い難いな。まあいろいろとあったのさ。まあまあええがな。自分の話せえやよ。どうした、新庄、お前ビビってるのか。さっき美術室に行ったろ。そして見ちまったんだよな、あの顔を。殺された時のあの恐ろしい顔、なんで知ってんねん。見たんだろ。見た。やっぱりな。ってことはお前も死ぬってわけだ。そうムッとするなよ。俺にだって見えたんだからよ。立場は同じなんだぜ。見えたんや。だから逆に俺たちが死んでしまう前にどうしても話しておかなきゃいけならないと思ったんだ。清水智子に関するもう一つの噂。ほう。どうだ、聞きたいか。聞けば何か対策が見つかるかもしれないぜ。すごい、リングみたいな感じになってきた。こっからほな、ちょっと続いていくんかな、話が。すごい。聞く。そうか。じゃあ俺は清水智子のもう一つの話をするとしようか。すごい。実を言うとな、清水さんの家って俺の家のそばだったんだ。だから、彼女のことは昔から知っていた。俺には優しい姉貴って感じだったな。彼女は本当に絵が好きでな、休みの日でもほとんど外に出るようなことはなかったと思う。ずっと家に閉じこもって絵を描いていたのさ。たまに出かけたと思うとスケッチブックを持って公園に絵を描きに行くのさ。まさに人生そのものが絵だったんだよな。それでな、俺はよく彼女の家にも遊びに行ったんだ。へえ、別に変な意味じゃないぜ。勘違いしないでくれよ。まあ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 、あの顔やしな。俺がガキの頃のことさ。あれ？え？この家、あの、何やったっけ？マーベライトみたいな、ルーズベルトみたいなやつの家ちゃん、これ。あれ？見たで、この絵。でも、名前こんな、清水さんやったかな？違うような気がすんな。中学に入る頃にはもう彼女の部屋に入ることなんかなかった。彼女も俺なんか誘わなくなったしな。やっぱり女の子の部屋っていうのか、ピンク色のカーテンが可愛らしくてきちんと整頓されていたよ。使い回しやん。使い回しですやん。あの、オルガンでね、指吹き飛んだみたいな、この話だったよね、多分。の時に出てきてましたね、この絵。はい。今でもはっきりとあの部屋のことは思い出せるぜ。でも俺が彼女の部屋に関する記憶の中でどうしても気になって仕方のないことが一つだけあるんだ。なんだと思う？部屋の匂い、部屋に置いてあった、まあ、で行きましょうか。部屋に置いてあった絵。それはさ、彼女の部屋に置いてあった絵なんだよな。まあ年がら年中絵を描いているわけだから、その数はものすごいものだよ。装飾品として絵を飾るというよりも、とにかく絵だらけという感じだった。きちんと整頓されているだけになんか異常な雰囲気はあったよな。
押し入れなんかはもうぎっしりとスケッチブックやらキャンバスやらが押し込んであった。彼女が恥ずかしそうに見ないでって言ったのが今でも忘れられないぜ。当然彼女は風景画や人物画や生物画やいろんな絵を描いていたんだけれどな、特にこだわって描き続けているものがあったのさ。チンポさ。うわ、怖っ。3、怖っ。それがなんだかわかるか。必ず行った旅行先の風景、自分の成長記録、死んだペットたち。死んだペットたち、なんかちょっと怖いけど、でも自分の成長記録かな。こだわって描き続けているものがあった。だってほら、自画像描いてコンクールに、やしね。つながるもんね、ここは。彼女は自分の肖像画を描きまくっていたのさ。それはほとんど成長記録といっても、ああ、なるほど。肖像画ばっかり描いてたっていうことが言いたいのか。多分物心ついた頃から描いていたんだろうな。よく自分の幼い頃からの写真をアルバムに撮っておくじゃないか。彼女の場合は写真ではなく絵だったんだろうな。それこそ波の枚数じゃなかったよ。小さな頃から描き溜めた自分の絵を嬉しそうに俺に見せてくれた。ある意味では薄気味悪い趣味かもしれないよな。いや、そうやな。若干、俺に彼女の自画像を見せるときは本当に嬉しそうだったもんな。あれは俺に見せていたんじゃないのかもしれない。自分で見たいがために俺を出しに使っていたのかもしれないな。それこそうっとりとした表情だった。悦に浸ってたよ。一言で言えばナルシストだったんだよ。なるほどね。自分の顔を鏡に映し出してうっとりと見入ってしまう。そういうやつっているじゃないか。大して可愛くもかっこよくもないのにずっと鏡の前から動かないやつ。こら！彼女はその類さ。こら！言うな言うな言うな言うたんな。鏡が絵に変わっただけのことさ。そうだ、はっきり言える。彼女はブス、じゃ言うな。彼女は俺に絵を見せたかったんじゃない。自分で見惚れたいがために自画像を描いてそれを見ていたんだ。別に俺がいようといなかろうと関係なかったのさ。彼女は俺に彼女の描いた自分の絵しか見せようとはしなかったもんな。そう考えると怖くないか。彼女は絵が好きだったんじゃない。あくまで自分が好きだったのさ。どんな絵を描こうともそれはよりよく自分を描くための練習でしかない。そしてより美しく素晴らしく自分を描こうとしていたのさ。描こうやん、それやったら。その技術を集めたのがスノーさん。だからこそ彼女は死んだ後もあの絵に執着したんじゃないか。なるほど。俺はそう思うんだ。そうさ、絶対にそうだ。じゃあその死に顔を自分で描くなんてことはね、あんまり良くない気がしますよね。すまんな、なんか興奮しまった。俺も実際は怖いのかもしれない。なんせ死ぬと噂されてるあの世を見ちまったからな。それはお前だって同じことだろ、シリジョ。そしてここにいる残りの5人もな。俺が中学生になったら彼女の家に行かなくなったということはさっき話したろ。実は理由があるのさ。俺が彼女の家に行かなくなった理由、いや、彼女が俺を誘わなくなった理由という言い方の方が正しいな。それは何だと思う？うわ、どうやろ。彼女の秘密を知ってしまった。彼女に嫌われることをした。彼女の秘密を知ってしまった。彼女は他のことに興味を持った。まあ、俺を誘わなくなったやもんね。他のことに興味を持ったでいこうかな。うん、で行こうかな。彼女がな、俺を誘わなくなったのには訳があった。彼氏ができたのさ。来た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 。俺から言わせてもらえば決してかっこいい男じゃなかったな。こら！頭は良さそうだったけれど、ひ弱そうだった。どっちかというと不良に絡まれるタイプだな。いじめられてもすぐ親に泣きつくタイプっていうのか。人の力を借りて長いものにはまかれながら生きていくタイプさ。こら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 ！悪口が止まらへんな、お前は。どうして清水さんがそいつを好きになったのか、そして付き合い始めたのかわからない。別に対して興味もなかったから、そいつの名前さえ俺は知らないけどな。ちょっと好きやったんちゃう、自分。だけどよ、休みの日なんかはそいつは朝から晩まで彼女の家に入り浸っているんだ。何をしているのかわからない。まあ大方想像はつくけどよ。何してんねん。気持ち悪っ。きっと彼女の部屋でずっと彼女が描いた自画像を眺めているのさ。高畑さんやん。二人肩を並べ合ってな。本当に仲が良くて、まるで一心同体のような二人だったぜ。え、これちょ待って、こいつ、その彼氏が犯人か。あれを見りゃ誰だって興味が湧くよな。それで俺はこっそり調べてみることにしたのさ。うん、
なーに、当時まだ俺は中学に入ったばかりだ。何かあっても子供のいたずらで済ませられるしな。あの二人がどこで出会ってどうして付き合い始めたのか、お前知りたくないか。知りたい知りたい知りたい。そうだよな、興味あるよな。なんせお前の命がかかってんだもんな。俺はな、とりあえず男が何者かを調べてみることにしたのさ。休みの日に俺は家の窓に身を隠しながら一日中彼女の家を見張っていた。暇か、お前は。何してんねん。朝早くやってきたあいつはいつになったら帰るんだろうと腹が立ってくるほどなかなか家から出てこなかった。俺も眠くなっちまってね。なんせまだ中学生だ。ぼーっとした頭でうとうとした目をこすりながら時計を見た時にはもう真夜中の12時を過ぎてた。帰らへんな。二人で絵見て。おもんないデートやな。いくらなんでも遅すぎる。いくらなんでもよくも親が許すもんだと思っていたらやっとのことで出てきたのさ。そして俺はすぐにその男の後ろを後をつけた。おう、昼間は気づかなかったんだが、そいつの夜歩く姿を見てるとなんだか無遊病者みたいなやつでな。ふーら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 宙に浮かぶようにして歩いてんだ。気味悪かったぜ。誰かに操られているようにも見えたな。おう、これだけ遅くまでいたわけだから家は近いに違いない。それはわからんやん。まさか電車に乗っていくようなことはないだろうと俺は少しだけ安心した。わからんぞ、ハーレー乗ってるかもしれん。そして俺は確かにうまく尾行した。あいつを一度も見逃すようなことはなかった。おっと、けどあいつは突然いなくなっちまったのさ。俺の家からほど近い角を右に曲がった途端、急に奴の姿はなくなったんだ。本当に煙みたいにな。俺はびっくりしたさ。そして言い知れぬ恐怖がこみ上げてきた。そいつが消えてはならないんだ。近くの家に入ったなんてことは絶対にありえない。やつが曲がった角の先は両側とも高い壁がずっと続いていたんだからな。怖いな。こんなことってありえるか。あいつは絶対に人間じゃない。清水さんは人間でない何者かと付き合っていたのさ。なるほど。俺はそれ以来そいつの後をつけるのはやめた。恐ろしかったからな。しかしそれから間もなくのことだった。清水さんとあいつが喧嘩を始めたんだ。俺はあれからも彼女の家を見張るのだけはやめなかった。すっごいストーカーなってるやん。休みになると窓から彼女の家を覗いていたのさ。その日はまだ夕方前だった。当たり前みたいに言ってるけど丸一日覗いてるやん自分。大丈夫？それなのにあいつが飛び出してくるじゃないか。ああ、夕方前やのに飛び出してきた。そしてその後から清水さんがわーわー泣きながら出てきたんだ。喧嘩や。髪を振り乱し、顔中で泣くっていうのはああいう顔のことを言うんだろうな。そして手にした本や絵の具なんかをやつに投げつけてたのさ。そいつはヘラヘラ笑っていた。清水さんのことをバカにしたようにヘラヘラ笑っていたのさ。殺してやる、お前なんか殺してやる。彼女はそう叫ぶとそいつに飛びかかったんだ。俺の家まで聞こえたぐらいだからな。すっごいヒステリックなってるやん清水さん。正直近くの家の連中はみんな窓から首を伸ばしてたぜ。おお、みんな見られてんねや。そいつはひょいっと彼女のことを避けると何やらつぶやいていた。お声は聞こえなかったけれど俺にはなんだか彼女を罵っているように思えたな。私にだってやれるんだ、お前なんか殺してやる。あんな恐ろしい彼女の姿は初めて見たな。本当に今にも殺しそうな勢いだった。それでもそいつはせせら笑うとまたふらふらと歩き始めた。すごい光景やな。彼女はその場に泣き崩れてしまった。そしてそれ以来あいつの姿を見ることは二度となかった。それから1ヶ月ほど経って彼女は殺された。完全に犯人やんけ。誰かに首を絞められてな。実際彼女が殺された時、警察は俺の家にも近所にも調査にやってきた。当然言うわな。あ、自分黙ってたんや。振動はでも誰かは喋ったでしょ、そらね、あいつのことをさ。それほど派手な喧嘩だったからな。誰もが覚えていても不思議じゃない。そして話していてもな。けれどあいつが見つかるわけはない。あいつは人間じゃないんだからな。俺は思ってる。あいつは存在しない人間なんじゃないかって。だからもし清水さんを殺した犯人があいつだったら、どんなに探しても見つかるわけはないのさ。迷宮入りになって当然の事件だよな。いや、ちょっとよくわからへん。また行くん、また行くんかよ。もうな、一回で済ましてよ。行くわ。そうか、みんなももちろん行くよな。じゃあ行こうか。なんなあの絵は誰も片付けなかった。だからまだあそこにあるはずだ。そしてあの恐ろしい顔のままでいるかもしれない。俺はな、あの絵に関して一つだけ引っかかっていることがあるんだ。これからそれを確かめてやる。ほう、いいか、開けるぜ。まだ俺このままや。まだこのままやわ。
じわー出てるわ、血がなんか。うん。俺には清水さん殺された時の顔に見えるがな。もっと近くに、嫌やな、近くに寄ってみんの？やっぱりだ、俺が思っていた通りだ。俺はな、彼女の自画像は何十枚と見ている。そして彼女の描く自画像が大好きだった。不思議なことに彼女は学校であまり肖像画を描いたという話を聞いたことがない。うん。おそらく外で描いたのはこれが最初で最後だったんだろうな。うん。だから誰も気づかないのも無理はない。けれど俺の目は騙せないぜ。何回も描いてるから。タッチが違うのか？あ、この絵はな、二重に描かれているんだよ。このキャンバスには彼女の自画像の下にもう一枚の絵が隠されている。え？はあ。この塗り方、この絵の具の量。本来の彼女の描き方じゃないぜ。わかんねや。レイヤー状態や。きっと彼女はこの下に描かれている本当の絵を隠すために無理やり自画像を描いたんだ。ほう。これもしかしてじゃあ彼氏の絵なんかな？元彼のコンクールが近かったからでも何でもない。彼女は何かを隠すために必死にこの絵を描いたのさ。どうだ、修正。この絵を削ってみるか。もしかしたら呪われるかもしれない。けどそれで真実が俺たちの前にさらけ出されるかもしれない。削るに決まってるやろな。そうか、削ってみるか。そうだよな。このままにしておいても俺たちは死んでしまうからな。80年後に。どうせ死ぬならやるだけのことはやっておかないとな。さあ、削るぜ。見ろ！やっぱり下に何か隠されている。チンポの絵ちゃうよな。俺には何が描かれているか分かっている。お前にも分かるだろう。絶対間違いない。彼女はあいつに殺されないためにこの絵を封じ込めようとしたのさ。出た！何こいつ！うーってしてる。めっちゃうーってしてる。なんでこんなうーってしてるの？ココリコ田中や！彼女の家に入り浸っていたのはココリコ田中さ！この絵の中に住む田中なのさ！見たか、シリジョ。今お前、確かに見たよな。この絵に描かれた男が崩れ落ちていくのを。え？キャンバスが、城に戻った。俺はな、思うのさ。清水さんは本当に寂しがり屋だったんじゃないかってな。きっと誰かにずっとそばにいてほしかったんだと思う。それで彼女はずっと一緒にいてくれる男を作り出そうと思ったのさ。彼女の得意な絵という媒体を使ってな。どんな方法を使ったか知らないけれど、とりあえず成功したんだろうさ。自分で描いたってこと？それを召喚したみたいなこと？それが幽霊だったのか悪魔だったのか、それとも彼女が作り出した妄想だったのか、それはわからない。それでも得体の知れない何かを呼び出すことに成功したのさ。すごいやん。そいつにヘラヘラ笑われて最悪やん。しかしその男は最初は彼女の言うことを聞いていたが、次第に逆らうようになってきた。自我を持ち、それを主張するようになったんだ。そして悲劇が訪れた。彼を絵の中に封じ込めようとした彼女をあいつが殺してしまったんだ。それでも彼女はこの絵の男を封じ込めようとして、毎日毎日幽霊になっては少しずつこの絵を完成させようとしてたんだろうな。すごい解釈やな、おい。死んだ4人は彼女ではなく、あの絵の男に呪い殺された。なるほど。誰かに気づいてほしかったんや、これ。っていうことは、僕ら気づいたから、これであの男に殺されることなくなったんや。解決や。あの絵の男の存在、そして消す方法、それを防ぐために秘密を知りそうになった4人の男を奴は殺していった。そうは思わないか。俺はそう思いたいね。ご都合主義やけどね。もっとも俺だって何も知ってるわけじゃない。全ては俺の想像上の話だけどな。想像力がむちゃくちゃ豊かやん。とりあえず絵は消しちまった。だから今後はどうなるかわからないな。もしかしたら噂通り、あの絵を見てしまった俺たちは近いうちに清水さんに呪い殺されるのかもしれない。しかしあの男を消したことでもう殺される心配はなくなったかもしれない。かもしれない運転やな、これ。まあ結果はすぐにわかるさ。近いうちにな。近いうちに、はははうわ、続きそうやな、これ。それじゃあ新聞部に戻ろうぜ。次のやつの話を聞かなくちゃならねえからな。うわ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 、ええやん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 。次回行きましょう。